こちら。おえ出すな出すな出すよ松本さんやないねんから松本さんも出した松本さんやないねんからここで出してる人初めて見たこの席の人こっち側ではようありますけどね見せてもええぐらいあーどうしようかなーあーどっち行こうかなちょっとうちのおかん、はい、おかんなんですけど、はい、あの最近急にあんまり連絡なかったんですけどお姉からメールが来ましてもう聞いてっていうような内容のメールだったんですよ。おかんがもうお酒飲んでもうまた変なことばっかり言ってますみたいな、でも元気で頑張ってますみたいなことなんでちょっとほっこりはしたんですが、その内容が、北京オリンピックのね時に卓球の愛ちゃんが一生懸命頑張ってたと。でうちの甥っ子がいるんですけどその子が卓球部なんですよ。なんでそのあのオリンピックの時に愛ちゃんが頑張ってる姿を見てテレビ見ながら興奮するわけですよ。同じ卓球やってるし強いから、だから愛ちゃんがこうさーってやるたんびにその甥っ子もさーってこう家でやってたの。ただ何分でかい家には住んでませんので、あのやっぱもう一部屋であのリビングのところにテレビが一個しかないんです。それは申し訳ないんですが、で母ちゃんは母ちゃんでうちのお母も酒を早めに飲んでもうかなりのヘデレケでもう寝てますから、でねあのテレビ見ててこうさーってやって、で甥っ子もさーっとかってやってたんですよ。そのたんびにおかんがさーって言うとでまたバーってなってさーって愛ちゃんが言って甥っ子がさーって言ったらおかんがってなってたんですよ。でそれが甥っ子的にはすごいうちのあのまあおばちゃんね好きなんですけど、おかんのことをね。ただ愛ちゃんは一生懸命応援したいし、でも大きい声であんまさーって言うとビコンとなりよるしと思いながらも2,3 回を我慢したんですって、甥っ子が、子供ながらにさーみたいなぐらいでやったんですけど、愛ちゃんがなんか一回ものすごいのが決まってさあみたいな、愛ちゃんがテンション上がった時にもう一個が我慢できなってさあってなってもたんですよ。なおかんがバーン起きてよっしゃおらー言うてさあ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 おらーってなっておらーってなってきてしたけどずっと我慢してたのに熟睡のギリギリでさあって起こされてるんだ何見てんねんみたいなことになったんですよ、はい、で甥っ子がビビりながら「いや違う、愛ちゃんが北京オリンピックで頑張ってるから応援してんねや」って言ったら「何や」言うて「愛ちゃん」とか言ってもうこんなヘペレケですよ愛ちゃんなんかもう私で全然勝てるわとかって言い出して「はぁ」言うて、ね、でお姉も台所が出てきてんな、もうあの絡むやめてくれん言うて、もう一生懸命なもう応援してるだけやのにそんな怒らんでええねん、もう愛ちゃんなんか私も全然勝てるわとか、いやほんでお姉がちょっと興味持ったから「いやあんた勝てる」って「何で勝てんの、あんた愛ちゃん、愛ちゃんは卓球やってねえけどあんた卓球やったことない、何で勝てんの」っつったら「喧嘩や」いやいやあの愛ちゃんとなんであんたがガチの喧嘩をせなあかんねん、最低やなあんたちゃんと応援してる子がおんのにその横の前で「喧嘩や」とかっていう「あんた最低や」言ったら寝る間際に「喧嘩や」って言ったのがちょっと自分でもショックだったんでしょうね。で多分言ったあかんことを言ってもうたっていうのは気づいたんでしょうね。あ喧嘩じゃない、焼酎なら勝てるってねそれも飲まれへんねんできへんねんそれも必要がないコントうちのおかんとですね2番目の親父とですね、2階で寝てるんですね、はい、で僕は1階で寝てて、で子供の頃って急に朝起きておとんとおかんの布団に入りたい時があるんですよ、はい、寂しくなるので入ったんです、その時も、でまあ、 おかんとおとんが多少ちょっとまあ動いもぞもぞしてたというか、はい、まあ、多少はあったんですけども、そんな僕子供ながらに全然気づかずにやってたらですね、僕が一番端に寝てて、で間におかんがいて、でおとんがいたんですけども、寝てたらブッ言うて、何の音やブッ言うたんですよ、ほんで僕はもう「へ」やと、でおかんお前寝てる時に「へ」こくなやって言うたんですよ、ほんでおかんがゴロンってなって「へ」ちゃうで、
もう何回も出ちゃうで今気づいたことなんです本当に子供の時全然わかんないですからねその発表の仕方がねへえでええやんかもへえでええと思うねよっしゃなんか俺そんな感じしてたのよなこれは一番いいです、ね、一番いい初めて、はい、初めて初めて初めてですよね、まあちょっとおかんの話じゃあさしてもらおうかなと思うんですけど、はい、ちょっとうちのお母さんが、まあ、まあまあちょいちょいバレてるんですけども若干変わった人 で、はい、で何年か前に手紙が送られてきまして、うん、でえらい分厚いんでわなんか長文やなと思ってまあ開けたらほとんど写真なんですよ、うん、で写真が入っててでこう見たら人は写ってないんですよ、はい、ブルドーザーが土をこうぐーっと掘り起こしてたり、はい、なんかこんなユンボーみたいなのが土をこう、はい、もうそんな写真ばっかりなんですよ、はい、何やこれと思って、はい、で手紙が一通だけ一枚だけ添えられてあって、はい、見たら天ヶ崎も変わりますまっちゃんに何を言いたかったのか何が伝えたかったのかちょっと確かに天ヶ崎変わりましたし、ね、変わりましたけど愛してはったんでしょうね知ってる天ヶ崎はもうなくなるみたいな、うん、残念なお母さんの、じゃあいきます、はいはい、おかん、はい、おかんなんですけど、はいうんうんうん小学校の時に僕、うん、サッカースクール入ってたんですよ、うん、で、いろんな小学校が集まってチームを作るサッカースクールで、うん、で、いろんな、周りに小学校自分の小学校以外の友達ができたんですね、うん、いろんな小学校に、うん、で、小学校の頃って、うんま、何かにつけて、まあ、いじめてるわけじゃないんですけど僕身長138センチしかなかったんですよ小学校5年ぐらいの時、低いの低いから、うん、おいチビチビ言うて、うんちょっと背の高い子らに頭パン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 叩かれてたんですよ、うん、で僕もそれ乗ってその叩かれるたんびにポーンってジャンプしたりとかして、うん、でこれこんなんして遊んだりとかってしてたんですけど父兄がこう見に来てサッカーの試合とか見に来るんですけど、うんはいうん、そのサッカーの試合の前に、うん、おいチビーとか言ってバーってやられてる姿をおかんが目撃したんですよ、はい、でプチンと切れて、うん、ちょっと来い、うん、でそのバチンってやってる子を呼び出して、うん、なんですかってなって、うんお何してんねん、うん、えとか、うん、私の息子何してくれてんねんみたいなことって試合前なんですよ、うんうん、もうみんなちょっとそういう雰囲気じゃないのに、うん、おかんがガッて言ったことによってちょっと火、うん、ね、うん、なってるんですけど、うん、いやちょっともうちょっとやめてや、うん、あな、うん、私にするんはええわ最悪私にするんやったらええけどな息子にするんやったらええって言うて思ったんですよほんでたどり示した あ、うん、あれって思ったでおかんもそれすれたええっていうの多分もう気づいたんでしょうねほら、うん、って言ったんです女のジャンジでやったもう怒られた人何にもようわからんままテンション下がったままさっきました興奮してるからねもう興奮してしまうって知らないのな親は間違うな親は間違うなそろそろねここで来たかまあうちのおかんもやっぱりちょっと変わってんのはまあ皆さん薄々感づいてるんじゃないかなって、はいうんまあ、そういや今日もね、はい、本当今日なんですけど、はい、この間僕ちょっと某番組で始球式みたいなことをやって、はいはい、それを見て仁志よかったよみたいな電話をねよかったよよかったよ嘘をよくつくんですけど、はい、よかったよ天ヶ崎のみんな言うてるそんなわけないんですよそんなわけないやんか絶対に嘘です絶対に引き回ってないでもちょっと変わった母親なんですけど、はい、その母親が僕がね二十歳ぐらいの時に、はいまあ、僕三人兄弟の末っ子なんですけど、はい、もう俺が一番下がもう二十歳ぐらいになってるんで、はい、お母ちゃん寂しいって言い出して、はい、でもお母ちゃんはもうあなたらもう大人になったから子供が欲しいって言い出して、うん、でもまあその年齢的に子供無理ですよね、はい、で何を思ったんかそのある日家帰ったら赤ちゃんの人形を抱いてて、これからこの子が子供やって言い出して、アキラって名前ついてる。なあアキラなあって言ってる。
怖い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 。それで俺夜帰ったりとかしたら、アキラ抱きって起きてくるんですよ。でカレー温めたらええやんか、カレーを温めそれって言いながら、はいはい、なあアキラなあ。怖いでしょ。怖い怖いですね。まあ2ヶ月後にはアキラもこんなんなんだよ。どないやねん。早いなお母さん。いいやもう、ね、気持ちの悪い母親やなっていう、まあ、話なんですけどね、あら大阪でね、はい、陣内も知ってるかな、なんかね、はい、我々、大阪でやってた二丁目劇場っていう劇場で、はい、まあ、みんなやってたんですけど、はい、なんかね、そこに出てる芸人はみんな知ってんねんけど、いまいちこの人が何をやってる人なのかがようわからんっていうね。ね。ありますね。はい、ありますね。あのね、おかぶっていうあだ名の、はいはいはい、おかぶっていう吉本の社員でもないんですけど、我々がなんか例えば大きい会場でなんかイベントをやるって言ったら、その勝手に T シャツを作って売ってたりとか、なんかパンフレットを作って売ってたりとか、なんかねする、おかぶおかぶっていうね、身長ね190ぐらいあって、でも横もすごい、今まで素人の太ってる人でここまで太ってる人見たことないぐらいの、もう力士ぐらいしかいてはらへんでいうぐらいデブのおかぶっていうのがねいてて、そのおかぶっていうのはまあそんなこと何でもやみたいなことしてるんで、小金をね持ってるんですよね。ほんでなんかね、その我々仕事終わりぐらいの時に二丁目劇場に来ては、ジュニアちょっとキャバクラ行こう、キャバクラ行こうっていっつも誘いに来よるんですよね。僕あんまりそういうとこ好きじゃないんで、いや、もうええわ、おかぶ、俺もう嫌やないとこ言ったんですけど、めっちゃおもろいとこあるから、行こうって言って、ほな、もうしゃあないなと、はい、行こうか、言って、行ったんですよ。ほんなら、それ大阪の道頓堀にある、もう10年ぐらい前ですけど、はいはい、ね、その、大阪一、うん、大阪一下品な店って言われてる。これはジュニアさんすごいですよ。これね、大阪一下品ってことは、これ、日本一ですから。世界一の可能性もあります。世界一の可能性がありますから。なるね、はい。なんか噂、店名だけで店の名前は、あれ、聞いたことある、大阪一下品な店やっていうのは分かったんですよ。ほんで、いや、ここおもろいねー言って、はい、行こうじゃねー言って、ほんで、バーって地下なんですけど、はい、バーって降りていったら、はい、ガチャって開けたら、もう、まあ、こう、ボックス席がこうね、はい、4つずつぐらい、だから8つぐらいあるんですけど、はい、もう、その、まあまあ、ホステスと言われる人らが、はい、そのソファーに、はい、うわー立って、もう上、すっぽんぽんで、はい、なんかお客さんのネクタイ、うわーやってたり。はいはい、もう下品ですね。もう下品だな。なんかウイスキーのボトル、うわーすっぽんぽんで飲んでたりとか。はい、で、言って。はい、でもその、ホステスっていう、ホステス全員ね、はい、声ガラガラ。もう下品、もう絶対下品。びっくりするぐらい声が下がれてるんですよ。はいはい、で、一番奥の席通されて、はい、俺も伏せ目がちで行って、はい、ほんなら、おかぶーは、そこによう行ってるから、はい、ああ、おかぶさん、また来てくれたーって言って、来た女の子がね、はい、もう上、掘り出してるんですよ。ほうほうほう。で、はい、ほんで、下も掘り出してるんですよ。もう全裸すっぱらまで、はい、もうこうやって普通に、ああ、おかぶさんって言って。はすげえ。すごい店ですね。ね、はい、ほんで、おかぶーは、おかぶーでね、お前ね、なんちゅう格好してんねんって言ったら、はい、何言ってんねんな、あんたーって言って、はい、ネクタイを、おかぶーがしてたネクタイを、はい、なんかじゃんけどね、シュルーって取って、シュルーって取って、はい、ファーってやったら、はい、そのネクタイでふんどしみたいになるんですよ。すごい。一瞬のうちで。ファーって。なんやこれと、なんやこの店、おかぶはもうやめろやとかで、まあ取り返したりしながらしてたら、その女の子、そのホステスがね、バーって俺、まあ暗い店ですけど気づいて、うわジュニアやー言うて、もうなんで言うてくれんねん岡本さん言うて、恥ずかしい言うてね、なんかそのシャレでおかぶの顔にケツをグワーって、ね、恥ずかしい言うて、恥ずかしい言うて、ちょっとしたボケで、ちょっとしたボケで、はいはい、ね、なんちゅう下品な店やと、うわーってなって、ほんで、おかぶーが、何してんねん言うて、なんちゅう店や、ほんで、パッておかぶー見たら、ここに、ちょっと、ちょっとついてるんですよ。
まさかブツがちょってブツがね、はいはい、もう鼻にうんこつけたやつ俺初めてやったそうですね、先にねなかなかないですよ。もうめっちゃおもろかったけどこれ笑ったら、はい、気づいてまうと岡村がまだまだ俺はこれを楽しみたいと、はいはい、もっと泳がしたいから、はい、俺もうぐー必死に笑いこらえて黙ってたんですよ。ほんでまあ普通に飲んだりしてたから、はい、ずーっと笑いも必死でこらえて、はい、偉いもんでしばらくした岡村がこの店なんか臭いかしばらくしてほんでなんか臭いなって言い出してで立って入り口ドアまで行ってこっちも臭い全部臭いわ岡部の言うとこ全部臭いわどこ行ったって臭いよブツはここやからねいやすごいなたまらんかったあの時下品ですね下品やけどもあんな悪だ初めてやったなキャバクラ行ってすごい店あれなんすかね下品お金払ってうんこつけないからたまった方がいいすごいなどこ行っても臭いですもんねどこ行っても臭いもんああもうほんま小屋瓶小屋瓶ですあの、僕毎週月曜日あるところで生放送やらせてもらってまして、今夜も襲ったレロレロなテレビスタッフの話ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。映画にしやーって怒られたちょっとおかしいよね会話としてはおかしい。待ってくれ待ってくれ。僕毎週月曜日あるところで生放送やらせてもらってまして、でまあ行くんですけどもそこはだいたい8パターンぐらいのお弁当がいつも出るんです、まあ和食また違った和食で中華また違った中華でまあなんかいろいろあってオーベルジーヌっていうのが8回に1回ぐらい出るんです、はいはいはい、オーベルジーヌっていうのはあテレビ局とかでよく出るカレーの出前のやつで上透明でご飯でカレーでちょっとじゃがいもがあったりとかして、で僕はオーベルジーヌが好きなんですね、うん、でなんかいつもバーで楽屋行ったらオーベルジーヌやったらあちょっとラッキーみたいなでいつもこう食べたりしてるんですけど他のお弁当はちょっとあんま食べないというかもうオーベルジーヌやったら腹8分目でも食べるぐらい僕好きなんですよねでそこの楽屋にはいつも小太りディレクターがいつもいてるんです、うん、仲良しので小太りディレクターと喋りながら、まあ、2時間ぐらい前に入るんでいろいろ喋ったりとかしてこう雑談してるんですけど、うん、オーベルジーヌうまいっすねめっちゃうまいっすわって言ったらいや僕もめっちゃ好きなんですよ、うん、あそうですかこれでも8回に1回ぐらいですよねちょっとペース上げてほしいですよね、うん、って言ったら、うん、ディレクターさんで偉い人やからああそんなん全然あの AP になったらすぐできますよ、うん、あマジっすかまあ、ちょっとペース上げてもらいましょうか4回に1回ぐらいオーベルジーヌとかで言ってもらいますああ全然いいっすよおいちょっと小籔さんの楽屋来てくれバーって来たら、うん、あの可愛らしい女の子おとなしいいつもいい子がはいみたいなあちょっとあの小籔さんがオーベルジーヌのペース上げてほしいって言ってるからお前弁当電話するだけやろそれいけますみたいなオーベルジーヌのお前早めに4回に1回オーベルジーヌなみたいな分かりましたみたいなすいませんねみたいなそうなんいけるんですかいや全然あの私がお弁当注文してるだけなんで私が電話するだけなんであすいませんねお願いしますみたいなほんで言うてまたこう4回8回ぐらい行ったら、うん、オーベルジーヌ全然来ないんですよ、うん、その通常のペースでも来ない、うん、うん、ってなってあれ小太りディレクターにあれちょっとオーベルジーヌのペース上げてって言いましたよねいや僕もそう思ってたんですよ小籔さん何か言いましたで僕何も言ってないです言いました言ってないですあじゃあちょっとお願いしていいですか、うん、ああオーベルジーヌのペース上げろ言うたやろみたいななんでやねんお前な向こうの方で分かりましたみたいな頼むなみたいな、まあ、言うときましたんですいませんでまた次の週行ってその次の週行って8週ぐらい過ぎたら全然オーベルジーヌ来ない分かれこれ16週はオーベルジーヌ来てない16週ってことは4ヶ月ですほんで僕もその8週の間に大体この大阪でなんかラジオとかがあって新幹線乗ってそのうん東洋町生放送に行くので新大阪でご飯食べようかなカレー食べようかないやでも今日こそオーベルジーヌかもな、うん、みたいなんで、うんうん、ちょっと我慢して2時間半行って和食和食もいいけどもうそろそろオーベルジーヌちゃうみたいな新幹線の中で指折り数えたり前ちゃうかったその前もちゃうかった、うん、今回オーベルちゃうかオーベルじゃない、うん、みたいなのがあったから、ちょっとこれひどいっすねって言ったら、
じゃあこれ本当あいつ何してんだよ本当みたいな。おいもう小籔さんブチ切れてるから早く来いよ。もうそのディレクターまあさすがにちょっと腹立ってきたわ。おばあって細いまあ英語なんですけど、はいみたいな。いやなんでオーベルジーヌ来てないね。いやいやまあまあまあなんかあったのか分からへんけどちょっとペース上げてって言いましたよね。ああすいませんみたいな。でもそのディレクターめっちゃ怒ってて、なんでオーベルジーヌできへん。今まで来てたのに俺らが宣言したら遠ざかってるやんけ。もっとペース上げろみたいな。あじゃあもう二回に1回オーベルジーヌでもいいですかみたいな、うん、いけますあいけます電話するだけなんで お前2回に1回せえお前もうなあみたいなすいませんみたいなすいませんねってすいませんってえらい怒られて僕のせいとその AP の人も怒られてるわけですよ。もうこいつもうありえへんこんなこと言うかあいやすいませんまあ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 みたいな言いながら、うん、ほんで僕次楽しみにしてバーって言ったら中華やったんですよ、うんオーベルジーヌじゃなかった、ねで僕やったらあんだけ言われたら次何があってもオーベルジーヌですよそやな2回に1回って言われたとしても1回ちゃうのを挟んでオーベルやったらもう怖いからどないしてもさっきオーベル入れるって信じるいやいやほんまに先行オーベルや先行オーベル電話するだけって本人も言うてる難しいことじゃないって本人も宣言してたでも次あんだけ怒られたの言ったらオーベルじゃなかったんですよほんでえってなってもうディレクター小太りディレクターもいやまあねまあ2回に1回って言ったから次はそうかも分かりませんねディレクター怒るんかなと思ったらああまあまあそうかとまあまあまあ次期待しましょうじゃあ言いましょうかいやもういいですいいですだって2回に1回から次かも次間違いない言いながらほんで僕また仕事終わったらなんか朝早起きて何回やしてもう言えば電車乗んのが3時とかになるんですよ、うん、その時点で朝一食も食べてなかったらお腹すきますよね、うん、新大阪で食べたくなるんですよ、うん、でもこの間ちゃうかった2回に1回のこの間ちゃうかってんから今回オーベルジーヌやった、うん、その時に僕パンパンで行ったら AP の人もせっかくのオーベルが、うん、っていう顔されても腹立つから、うん、もうペコペコで行こう思って、うん、腹減ってるけど新大阪で食べない、うん、もう背筋もピン伸びて、うん、どんとこい思いながら新幹線乗ってたお前着いたら、うんオーベルちゃうかったんですよ、ほんでおうもう怖なってきてなんか怖いわなんでっていうかほんまにそのなんでやねんとかじゃなくてなんでってこれいやいや俺なんかもうめっちゃ聞きたいわその話家帰ったら一切家財道具ない時みたいな腹立ったとかじゃなくてなんで知りたい知りたいほんでもうディレクターが後から遅れてきたんですけどちょっと電話しますわ言って、うん、お前来いお前言ってわーできておとなしい細い女の子にはい言ってよう来るなって俺もこの子いやなんでちゃうねんってめっちゃ怒るんですよであのすいません僕もさすがにちょっと今回は、うん、はいなんでもう僕らの楽屋も毎回オーベルでいいですか、うんで他に例えばオーベルが嫌いな偉いさんがおるとか、うん、他の共演者でオーベルだけは NG って言ってる人がおるんやったとしたら、うん、うちの楽屋だけ毎回にしてください、うん、なんか他の弁当入れてください僕お金払うんで、うん、オーベル電話してくださいわ、うん、かりましたじゃあ次は絶対お願いしますね、お願いしますもうこれ約束ね、うん、次絶対ね、うん、もう出るけど絶対やぞお前なんか今から電話しとけわかりましたもう次絶対オーベルオッケーオッケーですでいけん電話するだけなんで頼むでほんま頼むでっつって次オーベルなってもう笑いながら僕らも、はい、ディレクターも頼むぞっつってで僕次の時行ったらもう朝からもう9時ぐらいからドラムレッスンしたりとかして早起きてるんですよ、うん、だもう3時ぐらいの時点で腹減るんですけど、うん、それの時は2本撮りやったからちょっと早めに行ってるんですよ、うん、で今日は2本撮り、うん、絶対オーベル腹ペコペコで行こうと思ってパッて行ったら小太りディレクター座ってたんですよ楽屋におはようございますって言ったら小太りディレクターがゼロいつまで出るねんマジですちょっともう小籔絶対今死なんといてくれよ全然もう気になってよ俺ほんで開けたら、うん、テーブルがこうあるんですよ、うん、で僕こっちに座るんですけど小太りディレクターここに座ってるんですよ、うん、ガチャって開けたら小太りディレクター横ですよね、うん、だからこうの状態でゼロですよ怖っと思ってパッて見たら透明のオーベルじゃないんです緑色の箱に入ったお弁当見たことないです今までの8回のサイクルで1回もなかった緑色の深緑の箱の弁当がバッて山積みされてるんですよ
まさかと思ったけど、うん、今回オーベルちゃうんやと思ってパッて見たら、うん、日本撮りの夜にオーベル人が来ますって書いてるんですよ、うん、いやだとておかしい。おうなんでじゃあ絶対次オーベルってあんだけ言われたのに日本撮りでなんで向こう側にすんの、うん、トイレむちゃくちゃ我慢して、うん、トイレない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 言うてあそこです言うてやっとトイレガチャって開けたら便器 200m 先にあるようなもんじゃないですか。だからなんで日本撮りで手前にせえへんか、すごい根性やな思って、ちょっとこれは気持ち聞きたい怒りたいじゃなくてどういうつもりやったかちょっと呼んでくださいっつって僕もちょっと怒ってたんですよ。ほんでバーって来てすいませんみたいな、いやあんな気言われたら1個目じゃない、なんで2個目ですかって、いや夜の方がなんかメインやからメインその夜ご飯7時ぐらいにしたいからランチのディナーやったな、はい、その中途半端な3時とかに食べるよりもメインディナーは、うんオーベルでっていうから、うん、あ一応気遣いやったんと思って、うん、あそうみたいな、うん、分かったでもこれってすごいことよ、はい、すいませんすいませんすごい謝るから分かりました全然いいです、もうこの小太りディレクターめっちゃ怒ってんですよ、うん、意味分からない、まあいいですいいですありがとうございます、すいませんじゃあもう次からまたもう日本撮りでも手前オーベル、うん、で次もオーベルお願いしますはいもう電話するだけなんでみたいなほんで、まあまあいいかで涼しながらいろんな話しようと思ってもう2時間ぐらいあるから小太りディレクターでああって笑ったんですよ、まあ、やっぱさすがに朝から食べてないからちょっと腹減ったんですよ、うん、夜にオーベルが来るって言われてもちょっと入れときたなった、うん、見たことないお弁当、うん、まあこれ失礼やけどちょっとだけ食べて、うん、オーベルに備えようかと思って、うん、僕ちょっとお弁当食べますわ、食べるんですかっていや朝から何も食べてないからちょっとだけ入れますわってパカッて開けたらそのメニューカレーやったんですよ、うん怖ってなってる。なんで？なんで？すごいすごい。いや、オーベルあんだけ食べたいって言うた。で日本撮りでメインオーベル。向こう100歩譲って分かった。なんでその手前でカレー食べさすの？怖っ。なんでってかぬんでもう。ぬんでってなって。ぬんでってなったよ。そうなんでって言う。ぬんで？開けたら見たことないカレー。野菜綺麗なおしゃれなやつ。ってなってちょっと呼んでもらっていいですか、これは呼ぶわ呼んでもらっていいですか、そこは言ってちょっと呼んでもらってそれは呼んでもらって呼んでってなって来て、これちょっとあの俺ほんまにあなたいい人、じゃ怒んのおかしいんだけど、じゃ不思議やから教えてほしいね、うん、あんだけオーベルジーヌ食べたい言ってて、うん、向こう側にしたのも意味わからんねんけど、うん、手前でなんでカレー、うん、なんでこれおかしいっていうこと思わへんのって言ったら、いや小籔さんカレー好きなんかなと思ってってなって、なんでってなった話です。意味わからんか、なんだ、会いたい、すごいわ。僕それから夜来たオーベルジーヌ食べなかったですもんね、怖すぎて。なんかいや本当にありのままをちょっと、いやいやいや、でもすごいすごい、もうなんか変な大きいオチない、なくて俺逆によかった。なんかなんかうん、いや本当にすごい話やわ、はい、怖い話がありました。その子自体はええ子なんですけども、どんな風景の、こう髪の毛短くもうええわ。でもそんなことないんですけどね、そろそろね、これはもう、そうですね、ですね、まあね、はい、サイコロ振ってる時に河本さん出ろ河本さん出ろといつも願ってますね。河本さんの太郎吉くんの話が大好きで、河本さんの犬がうわわわわっていくの、河本さんですかね。家族の話を来るなんて思うんだけどニヤニヤして弱いんですよね、多分ね。河本くんのご兄弟の話ですかね、お姉さんネタが好き、割と好きでしたけれどもね。ここまでの放送は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王アサヒビールと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。河本出てほしいんですけどね、そろそろね。これはもう、そうですね、まあね、はい、来たよ来たよ来たよ、来たよ、いよいよもっと満を持して的な感じなのかな。そう、
ロケの待機場所がホテルだったんですよ、うん、で12階で、で、まあ、ホテルなんで一般のお客さんも入ってくるんですけど、うん、エレベーターに12階からあの1階に降りるときに一般のお客さん の, あの方が入られたんですよ。で、あの AD の方と僕とでおっちゃんやったんですよ。で、別におっちゃんは1階に着いてそのままエレベーター降りればいいだけなのでそんなに慌てる必要もなかったんですけど、うんうん、そこのホテルのエレベーターが開いて結構早い感覚で閉まるんですよ、うん、結構早い感覚で閉まるんで、うん、何を思ったんですか。このおっちゃんがこう立って乗ってた時にほんまに1階に着いてパーッと開いて進もうかなと思ったぐらいで閉まったんで、うん、おっちゃんもものすごい慌てたのか、うん、ボタンをここの右のボタンのところに開けるっていうボタンをね、開けるっていうボタンを押しさえすればこれがドアがバッと開くんですけど、ものすごいテンパってるから10、11、閉まる、カーンって当たってそのカーンって変なおっさんの姿見たわけですよ。10、11、閉まる、カーンってこんなにものすごい感じでカーンって飛んでたの、えらい経過悲しいな。悲しいですよね、おじさんの失敗は。哀愁がね、さあどうですか皆さん、ね、ラスト言っときますか。ラストでいいんじゃないですか。ラストでいいでしょ。わかりました。じゃあラスト、どういうことなの。あ、山田、あ、また、うん、これちょっとよくわからない話になっちゃうかもしれないですけどもいいと思うよ、うん、もう本当は3ヶ月前ぐらいですけど、うどん屋、恵比寿にあるうどん屋で飯食ってまして、でその4人掛けをこう2人で食べてたんですね、で後ろにも席あるんですけど、こうやって普通にうどん食ってたら後ろからドーン、ざけんなよ、やるやってな。でパッて見たら老なんか、まあ、おばちゃん、おじちゃんで、なんかちょっと色っぽいおばちゃんと、なんかその多分お客さんなのか分かんないですけど、そういうサラリーマンのおじさんで、でおじさんが立ち上がって「ねらめぶっくらじゃろねらブスこねら」みたいな感じで切れてるんですよ。と思って、でそれでそのまま切れたまま僕らの横を通ってトイレに入ってたんですね。で「いややべえ、すげえ切れてんな」と思って、でどうなんだろうと思って帰ってくるトイレのところをちょっとこうチラチラ見てたんですよ。そしたらちょっとこうフレームインっていうか、こうトイレ壁があってそっから出てくる感じなんですね。その時になんかおじさんがこうなんか急にこんな踊ってんですよ。うん、早いと思ってさっきの「なら」っつって帰ってたけど、まあどうしようって、そしたらそれを見ておばちゃんが「もういいや、そんなバカなことやったらこっち来なさいよ」なんつって、なんか仲直りしてるんですよ俺きっかけでどういうことなんだろうなと思ってでまたなんか変な人たちなんだと思って、またうどん食ってたらまたバーンって後ろから聞いて「ああ頭来た」っつって、またおじさんが立って「ああもう帰る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 」っつって、もうほんとここにあった荷物取ってバーンって出てったんですよ。あ、これマジで切れたなと、マジやな、さあこれはマジだなと思って、でもまあなんか違うんで大丈夫かなと思って、でその店ガラス張りになってるんですね、店の道も見えるんですよ、で どうなったのかなと思ったら、横の店ぐらいからですよね、なんか踊って踊ってて何なんそれ、道で踊ってんですよ。でそのままそれ入ってきて、そのおばちゃんも「まあもうしょうがない、座りなさいよ」なんて「やんな」でそれなんかそこで俺もしょうがないよね、でもいやそんなにあったら見たらこっちも別にないですけども、まあ、でも言いたくなる気持ちは分かるよね、こんなもん見て黙っとくわこれは言わないとなって、テレビで言うよね、絶対言わなきゃダメです、これは使命ですね、これは使命やね、おーすごいなあら大好き、僕もう話ないです話術やから、話術、あ、なるほど、今は滑らない、滑らない話に出てもうないですっていうネタが、なるほど、あ、後藤、はい、はい、僕これ家族の話なんですけども、はい、まあ僕と、まあ、姉が2人いまして、あとおとんおかんの、まあ、5人家族なんですけど、はいはいはい、うちの親父がものすごい、僕は子供の頃っていうのも暴れん坊やったんですよ。ほんでおかんとものすごい仲が悪くて、もう毎晩のようにおかんの頭持っても引きずり回してるんですよ。
ね、ほんでもうやめてやめてって姉ちゃんと僕らで止めてしてたんです、うん、もう静まり返ってるんですよ家が、うん、ほんでうわもう嫌やな毎日毎日辛いわけですよ、うん、ほんで喧嘩が絶えないですから、うん、ほんでまたある日ももう夜ですよもう親父がうわーなって、うん、おかんの頭うわーやって、うん、ほんでもうやめてやめてってみんな泣きながら止めて、うん、ほんだらおかんももう我慢でけんいうことで、うん、ね、うんこのもう親父のね顔をバリーッと叩いたんです、ね、うん、もうそんなことする人じゃないんですよ、うん、もう本当に笑いの一切ない家庭ですから、うん、そういうことしないんです、うん、おかんバーン叩いたら、うん、親父のかけてた眼鏡が、うん、あの炊飯器の横のあのしゃもじ入れとく水溜めてるあの容器にバザーンと入ってくるあのその瞬間家族がワッと笑ってた爆笑じゃなくてね爆笑でもねただ、うん、このもう笑ったの本当その1回しか覚えてないぐらいなんです、うん、でそれではあかんともう家帰ってももうシーンとして張り詰めてますし、はい、でも子供ながら、ね、考えまして、うん、これペット飼ったら、うん和むんじゃないか、はいはいはい、ほんでおかんにあの犬飼ってって言ったらあかんそんな高いのそんなもんいらんそんな、うん、それやったらウサギどうやと、はい、ね、うん、あウサギやったら世話も楽やし、みたいなこと で、でおかんとデパートの屋上行ってウサギをもう2000円ですよ、うん、で買ったんですよ、はい、ほんで買ったらもう家の中がちょっと和むんですよ可愛らしいですから、ほんでおかんがまあ、柄からミケって名付けましてね、はい、ミケちゃんミケちゃん、はい、ってほんであんなに乱暴者になったおとんももう酔っ払って帰ってきたら、はい、ミケちゃんミケちゃんって行くんですよ、ほんでそのミケはものすごいウサギには珍しく賢いウサギで、うん、人の顔ペロ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 舐めるんですよ、だから親父酔っ払って帰ってきたらウサギ小屋の入り口ちょうど頭入るぐらいの入り口に酔っ払って帰ってきてここ突っ込んで、ミケちゃんミケちゃんって言ってずっとここペロペロ舐めたんですよね、ね、である日も親父そのまま寝てもたんですよそのままカゴにこう入れたまま、ほんでこうダラーンとなるからここでもう首ガー締まって、うん、あ言うて顔赤紫になってるんですよ、それでもウサギはペロ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 舐めたりねしてくれてるわけですよ、それもう本当に家族が和んで、ほんでそんな和んでる和ましてくれたこのミケちゃんがですね、ミケちゃんが病気になって、はい、えらいこっちゃ、うん、なんか調子が悪いということで病院連れてったんですよ、ほんならこれね人間で言うとガンですって言われた、そんなんかかるんですかっておかんがもう一番可愛がってましたから、いや先生なんとかしてください、いや小動物ですから全身麻酔もちょっと危ないんで手術もしない方が、いやいやそこをなんとか先生お願いしますと、もう私かけがえのない、このミケちゃんですから、なんとか先生助けてください、何でもしますって言ったら、もうその根負けして先生が分かりました、もうちょっとかけてこれも手術しましょうと、いうことで、うん、先生ありがとうございますっておかんも泣きながら、うん、ほんで手術行ったんです、見事大成功ですよ、ね、なんとか目を覚ましてるわけですよ、おかんもありがとうございます、もうこの子やないとダメなんですよ言う、本当に先生ありがとうございました言うて、ほんで受付に行って、手術代払ってくださいって言って、向こうの方が、お会計の手術代が14万円になりますって言うたんです、ほんなおかんが14万、14万あったら新しいウサギ何匹かえってる最低さっき言うとけよそれ、最低やわ、もうそこに乗った人みんな、ほんでそのウサギもなんか空気読んでかどうなのかものすごい長生きしたんですよ、だからだもんな、14万だもんね、14万だもんね、いやいやいや、しかし滑らないっすね、これは滑らないっすよ、うん、お第一けです、はい、僕めちゃめちゃ怖がりなんですね、うん、でなんか
あの 夜にこうウォーキングとかするんですよ、うん、ちょっと太ってるんで、まあ、知れてますけど。でそれ絶対音楽聴いてやるんですけども、うん、こう音楽聴いて歩いてて後ろからもうあの自転車が来ただけでおおってなるんですよ。なるかもな。何やねん今っていう。なるかもな。何やねん今。いや全然なんかね。通るでしょ。いやそうやけどもう全く急にスッって出てきたらおおってなるんですよ。なるかもな。ほんで、うん、あの家と家の間にこれぐらいのなんか変な路地みたいな、うん、ところになんか。ポインターの焼き物とかの犬が置いてあったりしたらおぉってなるんですよ。なんでこんな隙間にポインター置いとくねんボケよみたいな。あんまないけどポインター。わかります、あのポインターとか。ポインターかな。いやポインターですあれ。ほんでそれぐらいビビりなんですね。ほんで僕あの海外行って帰ってきてちょっとこう時差ボケで朝5時半ぐらいなんです。まだ暗いんですよ、うん、で暗い時にあちょっとなんかこう外でタバコ吸おうと思ってでこう自分の玄関パッと開けたらおっさんがザーってなったんですよ、うん、でうちの家の前でちょっと玉砂利があって、うん、おっさんザーッ滑って向こうバーッ走っていきよったんですよ。ほんで俺それザクザーってうわーって言ってうわー言うて、ほんで何やお前言うてほらまた走っていきよるから待て言うて俺泥棒やろなんでやねん。いや泥棒やろなんですよ。待て言うて俺ブワー向こう走っていったら向こうのおっさんお前泥棒やろって言うて俺大きい大きい声で、ほなそのおっさんが急にザーッてその玉砂利のとこブワーって僕の方向いて清掃員ですって言いよったんですよ、うん、ほんで俺も急に走っていって向こうジャリッて来たからブワーッなっておい何や言うて何で朝5時半にお前掃除してんねんボケ言うて嘘つくな言うてほな本当です言いよるから何で逃げんねんほんなら言うたらいやびっくりしたんでって言いよる。いや俺の方がびっくりしたんじゃお前ほななんかこんなやりよるからあのナイフ出しよったと思ってまたザーッて言うたら離れろ言うて何やそれ何出そうとしてんねんお前言うたら出すぎたの二つ折りの携帯やったんですよ、うん、何やその携帯怖いの何やその携帯って言ったら管理会社に電話してくださいなんで電話せなあかんねんお前はせえや言うて、うん、ほんでこうなんかはい言うてもうこんなんなんですよ、うん、で俺もこうなってこうなってたら、うん、でももう5時半や言うて5時半なんか絶対出えへん言うてお前ほんまに清掃員か言うてそうです言うて、うんああやめろよお前びっくりさすの言うて、うん、俺だってめちゃめちゃ怖いねんぞお前知らねえよほんでその日は信じて終わったんですよ、ね、終わったね、ね、ほんでまたそのウォーキングして、うん、僕なんかあのコンビニ行って、うん、ウォーキングしたのになんかおにぎり1個食べてもうたんですよ、うんで痩せるために歩いてるいや腹減るやんウォーキングでいやいいやんおにぎり300歩いてるやんいや300キロカロリーね200、うん、ほんで食べてそのゴミを捨てようと思ってうちのとこ鍵ついてるんですけどそれがね5時ぐらいやったんですかねまたほんでカチャッと開けてこう音楽聴いてこうブーンと開けてそのゴミ捨てよう思ったらその一番奥のとこでブザザッなってるんですよでおおなって俺もなやんって言うたらまたそいつなんですよお前びっくりするやんけほんならすいません言うていやすいませんやらへんねんもう早いねん全部掃除が朝やんねん言うてほらいや僕本当にあの臆病なんでちょっとあの皆さんに会わない時間にやってるんですって言うからいやわかるけど2回目やでこれほんま怖い言うてで閉めたんですよ、うんうん、ほんで僕帰ったら、うん、ほんならあの管理人から多分そいつ真面目やったんで、うん、多分驚かしてしまった宮川さんのことっていう、うん、電話したあの報告したんですよね、うん、あのその管理会社の人がすいませんとあの聞きました宮川さんですよねってうちの本当に清掃員があの本当にあのびっくりさせて本当に申し訳ございませんと、住人にそんな気持ちにさせる、うん、清掃員は本当に強く怒っときますんで、うん、って言われていやもう強くやめてくださいってあの人すぐびっくりしはるんでもう優しく、うん、優しく、うん、あのやってくださいって言って切ったんですよ、うん、そういう話なんですそういう話音楽やめたらええやん
音楽やめた、音楽やめた、ね、いや音楽はやっとかの怖いんですよ、また急に。あ、怖いか。怖いんですよ。だから明るい曲聴いてな、あの歩けへんのすごい。夜道は、夜道よ、はあ、自分を開けていかんと。自分を開けていかんとなかなかやっぱり夜歩けないですよ、怖いことばっかりですよ。それこそ昼歩いたいから。いや昼は無理やん、疲れた、疲れるわもうな。今わかった、はい、面白いっていうか、まあ、すげえっていう方がちょっと上回っちゃうような話なんですけど、はいはい、あの僕さっきもご紹介いただいたんですけど、暴走族を、はいはい、愛知県のもう本当田舎の方でやってまして、はい、であのその当時に仲良かった上ちゃんっていう友達がいるんですけども、はい、上ちゃんがあの僕のことが大好きで、あの僕に毎回こう改造車をこう見せてくるんですよ。トル君今回こんな改造したから見てよ、もう電飾がすごくて、はい、で僕もすごいね上ちゃんって言うとへへへって喜ぶ、はい、まあ、バカなやつなんですよ、はい、で ある時、はい、黄色とかピンクとかに塗ってくるんだったら分かるんですけど、はい、あのロケットカウルって言いまして、はいはい、ヘッドライトのちょっと分かりますか、ヘッドライトのところにこうついてカウルなんですけど、はい、それを6メーターぐらいぶち上げてきました。上ちゃんこれすごいだろ、すごいだろトールちゃん、もうすごいとテンション上がってきて、であのここまで頑張ったんだから、あの上ちゃんを先頭にして走ろうっていう話になって、はい、まああと上ちゃんのライトが高すぎて前が見えねえっていうのもあったんで、後ろから照らさなきゃいけないんですよ。でそれで上ちゃんを先頭に僕ら走るんですけども、はいはい、もう本当に田舎なんで、はい、もう畑道ばっかなんですよね、はい、街灯も全くないような、はい、真っ暗な畑道をブワーッと上ちゃんを先頭に走ってたら、はい、四つ角がありまして、はい、そっから車急にドーンって上ちゃんに、はい、完全に車が悪いんですけども、はい、朝5時ぐらいになったら弟が、トール君昨日の事件新聞出てるよ、バッて見たらあの事件が出てるんですけど、うん、運転手の証言で、うん、未確認飛行物体と激突ってライトが高すぎて引いてかもだろ、引いてろって。まあね、現実にあれへんもんやからね。喋ってない人いますからね。もうこれはもうしょうがない、よくあることなんでね。ね、双子玉川っていうあの駅のこう横のビルのイタリアンレストランで、当時あのドラえもんの声やってはった大山のお子さんが、ペペロンチーノって言ってありました。出すみたいに出すみたいに出んのかな、注文する側が受け止め側が注文する側、しょうがないよねそれは。そうですね、しょうがない。声色変えるわけにもいかんもんね、あれが声ない、地声、地声な、ほぼ地声やもんね。声変えずにそういう悩みはあるでしょうね。そうですね、どこ行ってもありました。小村、はい、一番いたずらの話なんですけど、はいはい、僕結構周りでプライベートでも周りの人間ちょっといたずらを仕掛けてまして、はいはいはい、まあ、藤田が主なんですけども、後輩にあのアッハ小泉っているんですよ、はいはいはい、多分ご存知ないと思うんですけど、本当にワイプ出すとしても洗剤が会社にないぐらいの後輩なんですこれからの、はいはい、でそれちょっと可愛がってまして、僕の家で遊んでて、アッハが帰った時に、はい、パッてテーブル見たらアッハの携帯を置いてたんですよ、はい、結構アッハにもいたずら仕掛けてたんですけど、うん、よりによって携帯まだ置いていくかと、うん、これはどうしてくれよと思って俺の家で、まあ、ちょっといじってたら、あのメモリーが200件ぐらい入ってたんですけど、はいはいはい、そのメモリーを全部あの歴史上の人物に変えようと思って200件本当に、まあ、すぐ帰ってくるかもしれないけどやってみようと思って、2時間ぐらいかかったんですけど、もう全部歴史上に変えたんですよ、はい、豊臣秀吉から徳川家康から聖徳太子からも全部変えて、はい、あのご丁寧になんかお店とかもあったんで、それも正倉院とか平等院法徳とか、まあ、そこはちゃんと守ったんですよ。なるほど。で、2時間数3時間ぐらいに「すいません携帯忘れたいですか?」って来たんで「忘れてる、気をつけろ」って渡して、はい、妻返させたんですよ、はい、で、すぐに気づくだろうと思って、気づいたらまあ電話とか来るのかなって思ったら全然来ないんですよ。なんで来ねえのかな、気づかねえのかなと思ったら、あ、俺のその名前も変えてるから、そうやな、
僕もあの自分の中野上農事に変えてたんでそれは分かるわけない、俺は検索しても出てこないですから、あそういうことかっつって次の日会う約束してたんで、会ったらちょっとごめんなさい勘弁してくださいよ、本当に昨日から大塩平野町から10回以上かかってきてる誰からか分からないからそれをお前出てお前誰ですかって聞けよって、いやじゃあ一番面白かったのは何だっつったら、あのメールで夜中あの千利休からメールが来たで内容があの飲みに行かないかってお茶お茶大変やなそれ、大変でしたね多分おもろいやりたいわそれ絶対飲みに行くよな絶対飲みに行くよな行けおじま最近まあ、はい、この後松本人志を巻き込んだある事件を告白最近まあ、はい、まあありがたいことというか、うん、結構こう皆さんにいじっていただいて、うん、こうやってこうおいみたいに突っ込んでのがちょっとこう好評得てって言っちゃ誰なんですけど、そういうキャラでこうやらせていただいてるのはありがたいんですが、うんはい、ちょっとなんかいじられすぎてちょっとなんかおかしくなっちゃってだというか、はあ、わけわかんなくなる瞬間が結構多々増えて、うん、例えばこの間渋谷区の市議会議員の方とちょっとトークするような番組してて、はい、真面目にそのゴミ拾いちゃんとしましょうとかそういう真面目なことを言ってるのになんかうわーってわけわかんなくなって、うるせえなお前とかでも絶対ダメですよ真面目に話してるだけなのに何がうるせえんですか全然うるさくないただただちゃんとしたこと言ってるだけなのにとか、もっとやばかったのは東野幸治さんと番組でこう絡ましていただいて、オープニングですよ、はい、普通にまあゲストだから僕のこと触れてくれて、うん、お前さってこう言っていただいたんだけど、俺もうわけわかんなくてお前ってなんだよって言われた大先輩全然間違ってないあーやばいやばいみたいな、でも優しいから天丼そこ天丼してくださって笑いにしてくださって、なるほど。で一番これも本当に今でもちょっとヒヤッとするのが、あのダウンタウンの松本さん、リンカーンっていう番組で絡ましていただいて、はいはいはい、でちょっとプロレスラーにちょっとビンタされるみたいなくだりがあって、僕ちょっと唇切っちゃったんですよ、うん、で全然大したことないんですけど、ちょっと収録中ちょっと外れて治療してた、うん、でそれを松本さんはチラッと見てくださってた、はい、で戻って収録はこううまくいったんですけど、うん、全然回ってないとこですよ、うん、松本さんただの優しさで、うん、小島殴られたとこ大丈夫やったんかって言ってくださったんだけど、また俺わけわかんなくなって、うん、殴られてねえよとかもうわけわかんなくなっていやもう殴られてるし、もうタメ口だし、めちゃくちゃね、カメラ回ってない回ってないと思うビーンと張り詰めたけど、たまたま宮迫さんとか出川さんとかいらっしゃって、お前おかしくなってるやみたいなので松本さんも笑ってくださってっていうので、俺いつかやらかすなと思ってほんまやね、気ぃつけな、ね、本当にダメですよこれ。里見幸太郎さんとかと怖い怖い怖い、ロケとかってなって怖い怖い、なんでいるんだよみたいな変なのとかないんだよ、面白くねえなとか、なんかわけわかんないわけわかんない本当に気ぃつけない、そう思ってるわけじゃないですよね、じゃなくて、じゃなくてですね、勝手に追い詰められちゃってていや今急に出てきたのそうなんですよ急に里見幸太郎さんの名前言うてて面白くねえなって言ってた、今のは何の意図もない、何の意図もない、何のそういう深い意味もない、何か言わなきゃって言っただけで、うん、ただ単にその言葉を選んだだけですよ、やめろよおいまたでしょ、ごめんなさい、先輩なのに、出るんですびっくりしますねこれこうなっちゃうんで気をつけなきゃっていう話で、めっちゃ面白いな、いきます、あ、コント早いですね僕のお母さんなんですけど、はい、今63歳なんですけど、はい、60、還暦迎えてから、うん、ずっと思ってたことがあって、はい、還暦からずっとね、3年経った今、坂東英二さんにめっちゃ似てきてるんですよ容姿も髪の質も、その髪の量も、はい、
シワの量も全てによって坂東英二さんに本当着実に進んでいってるんですよ、はい、でそれを坂東英二さんにどうしても言いたくて、はい、一緒にあのお仕事させてもらった時に、はい、うちのおかんがほんまに坂東さんに似てるんですよ、はい、もしよかったら今度ねなんか番組とかでバッと会えたらいいんですけどね、はい、とかつって僕はまあそういう感じで言ったんですけど坂東さんが本当にそれを思ってくれてて、はい、ある日僕坂東さんから電話がかかってきまして、はい僕です坂東です、はい、君の実家のバッグ教えてもらってええかなって急に来たんですよ。ええー、何ですか何ですか、うん、いやいや君のお母さんが似てるいうことでスケジュール開けて君のお母さんのとこまで行って二人でご飯食べよう思ってんでせやからバッグ教えてくれ。すごい、マジですか。おいやいやいいですけどおかん絶対びっくりしますよ。いやびっくりもさせたいんでお母さんには内緒で電話したいや。ちょっと番号教えてくれるか。いやそんなの信用せん、まあでも坂東さんが言うんでしたら僕じゃあはい言って、ま、教えたんですよ、うん、で30分ぐらいしたらおかんから電話がかかってきまして、うん、大変や大変やいや僕はもう分かってるので、うん、ああそういうことか。ああ、まあ、どないしたどないした、うん、詐欺や詐欺や初めてかかってきた詐欺や。どないした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 。いやずっとバンドですバンドです。いやそれはまあそうやろうなと思って、でまあもうちょっと乗ろうと思って、うん、そんなわけあるからそんな、うん、しかも坂東ですっていうような詐欺ないやないか、うん、いや違うね嘘や嘘やって私が言うたらな、うん、僕です僕です坂東ですっていうのを何回も言うんや、うん、僕です詐欺や僕です詐欺やいやないよ俺詐欺ならぬであまりにも声が震えてたんでかわいそうやと思って、うん、ごめん実はこういうことでほんまの坂東英二さんで、おかんと食べたいんやって、ご飯食べたいから、うん、ですぐお金送るから服買うて、うんうん、で、服買うて二人で会いに行きやってほんまやからなって信用してでテレビとか入ってないんかいや入ってないから大丈夫やでってちゃんと30分ぐらい説明してですぐまた僕折り返し坂東さんに電話したんですよ。もうええ加減にしてくださいと。もうそんなおかんドキドキして、びっくりしてると。坂東さんに会いたいというよりも普通の事件に巻き込まれた声しか出せないちゃんと自分説明したんですか坂東さんとかで、あごめんごめんごめんとかつって普通に喋ってたんですけど、ちょっと坂東さんにもいろいろ言いたいなと思って、なんか急におかんに電話してくるのもおかしいなと思ったので、その時期にちょっとね荒れちゃいます坂東さんと、おかんが独身やって知ってて、もしかして坂東さんちょろっと狙ったりしてんちゃいますのって、これぐらいのトーンです。狙ったりしてんちゃいますのって僕のね答えとしては坂東さんからの、アホ言うなお前ええ加減にせえこうごとって言うのかなと思ったら、どうだろう。それマジない。俺それパターン知らんすよ。そのリアクションのパターン知らんよ。もうカーッとなってもって、おっさんって言うても、おっさんええ返せよそのリアクション。うっそお前アホやろとかそんなん言うてくれよ。なのおっさんって言うても、まあ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 なんで自分とそっくりな人とそんなことしたいの。自分とそっくりな人見たことないですほんでスケジュールほんまに上げて今度ご飯を、そうでもこういうのも行った方がええで、それは。いやそうなんだ、二人きりは危ないかも。そうですね。うちのおかんの話、うん、はいはい、させていただきたいんですけど、はい、町内会の運動会がありまして、はい、でその運動会で、うん、借り物競争っていうのがあるんで、はい、おかんと2人で出たんですよ、うん、でまあみんな何グループがあって、うん、運動場の真ん中に円が書いてあって、そこに紙がいっぱい置いてあって、うん、でそこに多分借りるものが書いてあるんでしょうね。でそれを見て、で周りにいる父兄さんとか子供たちに借りて誰が一番早いかみたいな競争で、よーいドンで、まあうちの関東僕がバーッと真っ先に行って円の中の紙をパッって言ったら水筒って出たんですよ。まあ水筒なんか町内会の運動会で水筒なんか誰しも持ってるもんですから、でおかんがバーッと、まあ目についたすぐ、まあ例えば僕のこの位置に行ったら小葉さんのぐらいのところにバーッと行って、すいません借り物競争で水筒だったんで水筒貸してくださいって言ったら、そのお母さんが飲むのでって言ったんですよ。え
と思って借り物競争でめっちゃ盛り上がってるのに飲むのでっていやすぐ返しますのでってお母さん言ったんですようちのお母さん飲むので飲むのでってと思ってお母さんめっちゃテンパってブワーって違うとこ行ってただ松本さんぐらいのとこ行ってバーって行って水筒すいません貸してくださいもう順位があるから飲むんですよどんだけ嫌われてんの周りがなんか全部敵に見えてきてなんでこんなに水筒みんな飲むんやろいや飲むけど貸してくれたらええのにと思ったらおかんがまあ2人ぐらいでもうかなりテンパったのかでも順位は気になるしその紙に書いてあったところの真ん中に立って360度ぐるりと回ってどなたか水筒貸しなさいってめっちゃでっかい声出したんですよしとなってどんだけ嫌われてるおかんの横で僕ずっと立たされて借り物競争で順位はもうずっとついてて最下位やしダントツの、うん、そしたら肩ポンポンって叩く人がいたんですよでおかんがパッと見たらうちのおとんが水筒パッと差し出しましためっちゃめっちゃ恥ずかしい町内が見たいんだよ晒しもんだったご覧になりますよいやいいですねいやまだ回ってきてない人もいますからはい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 うちのおかんなんですけど、ね、まあうちあの親父がちょっといろいろあって事情があって 5人ぐらいいるんですよ、はいはい、でまあ2人目の親父の時の、はい、話なんですけど、2階におかんとおとんが寝てて、で、まあ朝ね別に何も用事はないんですけど、うん、普通におかんとおとんのところにこうパッとこう入りたい、布団にちょっと子供ながら入りたいみたいな、うん、でバーッと上がっててガチャッと開けたら、うん、おかんとおとんが、うん、ってやったんですよ、うん、ってやったから、うん、あどうしたんかなと思って、うん、で僕ずっとじゃれてたんですよ、うん、でバーッと行ってまたじゃれて下降りて、うん、でおかんが下に降りてきてで僕の友達とかが5、6人でバーッと遊びに来て、うん、でおかんとかがなんか料理を作ったりとかして、うん、あしてくれてたんですいろいろバーッとで気前のおかんでもうそんな子供みんな読んでやってくれたりしてたんですよ、うん、お金なくても、うん、ほんでわーってやっててでおかん僕大好きでおかんとかねふざけんのもう好きなんですよ、うん、でバーってやっててで子供、友達とかバーってええか今おかんのズボンパンってやってるからなでおかんのパンツ見せたるからな言って見とけよ言っておかんが台所におるとこみんな5、6人で行って行くでヒビーンってやったらおかんブリーフ入ってたんですおやじのブリーフ変わっててかっこ悪かっこ悪いなタップタップのブリーフなんだろうどんだけ慌ててたよ恥ずかしいでそれは慌ててたんやな慌てたでおかんというかおとんどうしてたんやよかったんかよそれなあ後からもっとちょっと吐き替えてよかったよなよっしゃさあ出たいや僕33年間吉田優美容師でやってきましたけど今改めて俺は吉田なんやと思いましたバシッてバシッてまあ僕おかんの話なんですけど、まあ僕のおかんもちょっと変わってまして、はいはい、まあ例えば僕中3の時受験勉強してる時とかそんな周りは薄いと思ってないんですけど自分気にしてカツラかぶって、うん、はい真面目な真剣なカツラかぶって、でコーヒーを置きに来てくれて、あれおかんカツラやなと思って、おかんが出ていこうとするときに、おかんなんでカツラやねんって言ったら、分かるかって言って締めていくようなおかんやったんですけど、そのおかんがちょいちょい今でも僕にメールを送ってくれるんですよ。で生意気に顔文字を使ってくるんですよ。はい。で使う顔文字は2種類なんですよ。絵文字じゃなくて顔文字の方なんですけど、これと。こうやつと、はい、でこういうやつなんですけど、その使い方をちゃんと使ってくれたらいいんですけど、はい、なんか違うんですよね。例えばこの間来たんは弟ユージって言うんですけど、ユージ病気で入院した、こう来たんです。あかんやそれは。ほんで何の病気やって僕も返信したら、はいはい、肝臓の病気って来たんです。なくていいよ。そうなんですよ。なくていいよ。見れなあかん
思ってんのかな。若ぶりたいんだよな。うん、あれですね、おかんなんですけど、ね、おかんほんまいろいろあるもんな。おかん喉の手術2回してるんですよ、はい、あのポリープがちょっとできたりとかするんですけども、別に大してそんなにあの支障があったりとかって声にあれがあったりとかっていうことはないんですけど、あのね、ごまのついたね、ほうれん草のおひたしをごまでいったやつとほうれん草をあえたやつを食べてたんですよ。ほんならおかんがごまがのたにひっついたって言ったんですよ。え、ごまがのたにひっついたって言ったんですよ。ジュン、ごまがの喉にひっついてるって言ってる。いや、おかん、それ急にそんなこと言われても俺ごまの喉はもう取られんだよ、それ。その時点ちょっとおもろいやん。でもごまがの喉にひっついたよって言う。何回も言うからしつこいな、おかん、ってやったらごますぐ取れるやろ、ってやったらもやし出てきた。全然ごまちゃうやん、お前。だからゴムのおかんおもろいわ。何口でなんか言うのか。何とかしたら間に入れよ。間になんかしたら伝えたい。短い時間伝えた。はい、ハラリさん、はい、名物うちのおかんの話なんですけど、まあ先日あのハゲすぎて死にましたけどね。ハゲすぎたよ。ハゲすぎた。ハゲすぎた。ハゲすぎて亡くならへんでしょ。息子犬もハゲてましたけども。がまあ高校時代にね、僕が僕ラグビー部に入ってまして、でまあラグビー部って結構きついじゃないですかね。でラグビー部終わりまして帰って、ちょっと飯くれと言うたら、おかんはそのツナ缶一個とね、飯ポンとはいって言って置いたんですよ。だから俺大好きなんですよ、ツナ缶は。よしと思って、これはもう俺大好きだから食べて、で次の日ね、またまあ部活終わりで家帰りまして、おかん飯くれと言いましたら、あいよっみたいなこと言いながら、ツナ缶と飯をドンと置くわけですよ。ただ僕ツナ缶大好きなんでね、食べるわけですよね、こうパッと食べまして、で次の日ね家帰りまして、おかん飯くれるかって言ったら、またツナ缶と飯を持ってこようとしたんですよ。さすがに俺は、おいおかんと、何考えてんねんお前、ええ加減せえよって言ったら、おかんが、いやいやいや冗談やん。意味わかりますこれ。いや冗談ちゃうやん、2日やってるやん、冗談ちゃうでしょと、3日目ですよと、初日なら私もね、3日目にやで、冗談やんって言うて逃げれるかそんなもんだよ、逃がすかお前。そうね、お前ちゃんと。なるほどね。っていうね。いや、面白いおばちゃんもね。まあ、おもろかんですけどね。なるほどね。じゃあ、いきますね。はい。これはいいんじゃないですか。藤井。はい。じゃあ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。僕、外歩いてても、あんまりこう人にこう、あ、藤井隆やとかならないんですよ。気づかれないんですよ。で、まあ、それでも外の歩いてらっしゃる人だけじゃなくて、あの先輩とかでもそうで、まあ、先輩が集まってみんな飲んでるとこにおいで言われて行ってカウンターで飲んでたんですけども、後から合流した宮迫さんが1時間経ってトイレ行く時に、あ、藤井こったんって。わかる、ほんまそう、オーラがないって言われるんですね。で、仕事場でもそうで、ラジオのゲストに呼ばれて行ってるんですけど、マネージャーもいなくて、僕さっき一人で入ってたんですよ、早めに入ってしまって。で、楽屋で一番下座のとこでまた待ってたのも悪かったんですけど、AD さんが入ってこられて、パッて見て、僕見て、あ、ご本人さんはって言うんですね。いや、いるよと、呼ばれてきたよって。それはそうですね。みたいな、もうこっちがこう恐縮するぐらい謝ったりするんですね。で、まあ、そういうのがたまにあるんですけど、この間あったのが、僕が
ここでえまさかのえこのタイミングでどうした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 どうあの新喜劇の全国ツアーがあって、うん、でお客様いっぱい入りはるんですよ、はい、いっぱい入ってで2回公演のその合間に新喜劇の先輩と劇場の近くの喫茶店にお茶飲みに行ったんですね、はい、じゃ あの向こうの方で30ぐらいの女の子が30歳ぐらいの女の子がずっとこっちのテーブルを見てるんですよ、はい、でもうチラチラ見てでこう携帯電話でなんか連絡取って嘘とか、はいはいはい、いや絶対そうみたいなことも言ってるんですね、でなんかメール打ったりとかでやり合いをやってるわけですずっと、はい、でこっちを見てるなと思って30分ぐらい経ってさあそろそろ帰りましょうってなって席を立った時にその女の子がファーって寄ってきて僕に向かって中村先生ですよね誰が分かるんですかいや、いるんですけどね、中村先生っていう新喜劇の作家の方が、ね、誰にもいるんですよ、似てるものすごい残念でした残念やな本当、藤井は気づけへん俺らでも分からへんもん、一般の人は分かれへんヒゲがねヒゲがびっくりしないっぽいでも世間の人、そこまで思ってないからあのセザールのクマみたいなセザールって言うてるガッチリですよそうそうそうセザールセザールこれはもうおお若林さんはい、僕2008年の M1 の決勝に出させていただいて、はい、あのお仕事をいただけるようになったんですけど、その時 あのエントリーナンバーが4431という番号だったんですけども、でそ あのナンバープレートつけて漫才をやってたんですけど、うちの親父が、まあ、あの芸人だったらよくある話だと思うんですけど、そのテレビに出て食べれるようになるまであのお前とはもう会わない、実家にも帰ってくるなっていうことで、あの数年会ってなかったんですよ。でも M1 のその決勝は見ててくれてて、俺のそのナンバープレート4431を見て、あれ俺のことを思ってあの番号にしてくれてたのかなって言ってたらしいんですよね。で親父があのもう熱狂的なあの阪神ファンなんですよ。はい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 。で1985年の頃のタイガースで、あの好きで、でバースの背番号が44番、はい、で掛布の背番号が31番、はい、で4431で、うん、でそのもうやめちゃったんですけど、会社のロッカーの鍵とかの番号を4431にしてて、で自転車 あの自転車が趣味なんですけど、自転車の鍵のチェーンも4431で、ジム あのロッカーとかも4431にしてたんですよ。で M1 出たんで、あのもう食べれるようになるかもしれないから、もう実家帰ってきていいぞって言われて、数年ぶりにお正月帰って一緒におせち食べてたんですよ。そしたらあの番号俺のために4431にしてくれたのかって聞かれて、そしたらあの母親がお父さんなんか喜んでたわよねみたいな、でもあれはそのエントリー順でこう決まるもので、僕が選べるものじゃないので、あれはまあ全部そこ嘘つけないで、あれはなんかこう別にたまたま4431だったんだよっていう話になったんですよ。でも親父もああそうかみたいな、でも偶然ってあるもんなんだなみたいな、なんか縁がなんかあるんだろうなみたいなことで、で M1 とかでそのトーク番組すごい出るじゃないですか、でその話してたスタッフさんがその話いいですねって、あのあったかい話なんでいろんなとこでこうしてたんですよね、その話をしたら、あの親父あの自転車盗まれたそう盗まれた、そう個人情報がダダ漏れになったで電話かかってきて、二度とあの話するなってせっかく仲直りしたのにまた仲悪くなっちゃったあーそうかなるほど、あるわそれは、言えるわあー怖い怖い、危ないとこや今番号変えてるんですよお父さんが番号変えたらその話ですよそうですよね、ちょっとてっちゃ なんか何をこちょこちょこちょこなんかしてんの人が喋ってる、確かに飴ちゃん食べたり咳込んだりあの咳が出てきたんで本当ごめん、若林ごめんちょっと出川さん、落ち手前で咳払いしてたの俺目に向きますよこんなやめるね
これ本当ごめん。いやでも今のは本当ごめん。あの俺そろそろ落ちなくなもうちょっと伸ばそうかなと思って。本当にごめん。下にお水ありますから。お水もあるし。本当にスタッフさんも本当にごめん。あの今の焦れば焦るほど本当に。あのでも今ぐらいならセーフだよね。セーフだよ。大丈夫だけど、あの喉飴のパリパリをね、もう剥いといてもらえたらいいじゃん。はいはい、ごめんなさい、本当ごめんなさい。震えながら剥くなや。いやいや、あのちょっとごめんなさいで、はい、大丈夫です。スパガメさん、本当ごめん。全然全然。変な感じで、あのスタッフもあんまり抜かないでください。そんなわけにはいかないの。犯罪者なんやから。行きますよ。ない人が出た。こんなことあるんだ。こんなことあるんだ。まあ、1個目の可能性もあるけどね。やめてくださいよ。2年ぐらい前にちょっといかがわしいお店行って、あら、それまあまあ終わったぐらいで、あれ？これいつもテレビ見てますよ。三四郎小宮さんですよねみたいな。ちょっとブログに今日来たって、載せてもいいですか？すごいこと言うな。それちょっとルール違反だし、それちょっとやめてよって。大々的に載せる。いやいいじゃんいいじゃんって、いやいやよくないよって。えお高く泊まってんの？いやいやそういうことじゃないんだけれども、いやいやでもまあまあねって、まあ、こっちも賢者タイムに入ってるし、いやでも女の子、いやいいじゃんいいじゃんとか言って、いいじゃんいいじゃんみたいになってて、いや来たって言っていい、もういいじゃんって言って、もうめちゃくちゃしつこくて、いやダメだよって。でも帰れない感じになって、じゃあまあ分かった分かった、イニシャルだったらいいみたいな言われて、もしつこいから、もうじゃあもうイニシャルだったらいいよって言って、まあそれで帰って、あブログ載っけられてんのかと思って、まあイニシャルだからいいかと思ってパッと開いてみたら、今日は三四郎の K さんが来てくれた。ダメだよ、絞りすぎだよ。最初は小宮と間でやってんだから。K か愛だからバレるよ。だったらフルネームの方が良かったよね。まあそうですよ、なんならね。さあ、いきます。トントン、じゃあ、はい、ちょっと短い話なんですけども、うん、あの僕宇都宮みどりさんに会うたびになぜか5,000円もらうんですよ。何なの5,000円？わかんないですよ。あ空手家くんって、はい、会うたびに5,000円もらって、今まで25,000円ぐらいいただきました。はい、わかんないですけど、なんかわかんないですけど、あ忘れてたって言われて、はい5,000円っつってエレベーターとすれ違ったりして、はい、っていうお話です。ねえ、レギュラー番組決まったらええのに。じゃあ行きましょうか。ねえ、まーす、じゃあ僕行きましょうか。はい、松本激怒のウォシュレット事件と、まーす、じゃあ僕行きましょうか。はい、お願いします。1、2ヶ月前ですかね、大阪で、梅田で、はい、なんつうオフィスビルもあって、中にそのレストランもある、ものすごい近代的な立派なビルですよ、はい、そこの7階か8階ぐらいでなんかお茶飲んでたんです、はい、コーヒー飲んでて、はい、コーヒー飲んでたらちょっと大きい方がしたくなって、はい、でああいうとこってお店にトイレないパターンじゃないですか、はい、その出てエレベーター、はい、ホールのちょっと向こうの側みたいな、はい、でめっちゃ綺麗な広いとこですけど、はい、でそこに行ったら、まあ、誰もいなくて、はい、で大きい方入ってこと済まして、はい、でウォシュレットこうやったら反応しないんですよ。あら、うん、何回押しても、はい、たまにあるよね、はい、いや出たわ、はい、もうこの最悪のやつ。一応ああいう時ってビデも押してみるんです、はい、まあ多分ダメなの分かってた、はい、元は一緒やろうから、はい、でも出るかもしれへん、はい、出たらポイントさえ自分で、はい、なんとかすればなんとかなる、まあ、でもビデもやっぱり出ない、はい、ああこれも最悪や。もう僕ね、もう今もうオシュレットというか、もうお尻を洗わないのがもう考えられないんですよ、はい、でもこれもう無理やな、どうしようかなと思って、でもしょうがないですよ、隣に移動するしかないですよね、こうなると。でもうパンツをこうなんでしょう、緩めに、はい、うんこついたらあかんから、はい、使うように。でジーパンも腰履きぐらいの感じで、はいはい、でカチャッと開けて本当にサササササッと隣に
移動して、はいはい、でもう誰にも見られず、はい、ね、はい、で着いて、で、あのこう全く同じです、はいはい、隣とね、でウォシュレット押したら、はい、出ないんですよ。れなかなかこんなことあります？こんな綺麗な近代的なビルのトイレが2個続けてウォシュレットが出ないんですよ、うん、ビデも押しましたよ、はいはい、まあ、もし出たらポイントさえ僕は。さっきで聞いてますから。でももう僕が入ってきた時にもう分かってたんですよ。もう台は2個しかないんですよ。うん、ああもうないんですよ。でもう僕はあれをやるしかないなっていうのがあって、あのそういう時は僕はあのトイレットペーパーでお団子を3つ作るんです。うん、はい、お団子3つ作って、であのパンツをあのちょっとこのぐらい、ま、あの緩めに、はい、うんこついたらあかんから。でも外に出るんです僕、はい、あジーパンもして、でその3つもで、あの洗面所のところで、あの 水団子を作るんです。3つぐらいは欲しい。これもう人に見られたら最悪ですよ。松本が何やティッシュで団子を作って判決で何してんねんあいつってことになるんですよ。まあこれはもうあのバレたらあかんね、早く急がないといけないですけど、でも丁寧な仕事をしないとダメです。ここはねきっちり水団子を3つ作って、あのギリギリ人に見られましたわ。見られたんですか？見られたんですか？ギリギリね、最後の最後ギリギリ見られた、見られたギリギリ見られたなと思いました。でもまあまあいいわ、ガチャッと入ってそうそうだね、その水団子でピタ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 ってやって、うん、うんこついてるから、それついてる、それそれ拭いてないから、拭いてないから、ほんで綺麗なやつでバッとまあちゃんと処理してもうことを済まして、いやそれにしてもさってこんだけ綺麗なビルの近代的な出来たてのこのビルでウォシュレット2個とも壊れてることなんてあるかねえと思って、で1階降りてそのビルのところでどこのビルやもで見たら吉本ホールディングスって、吉本の持ちビルかい、ことごとくあいつらだけだよ。まだ俺にそんなことする、どういう意味ですかそれ、この後に飲んだとそうなんやみたいなことがありましたね。吉本ケツ吹かへんみたいな吹きます吹きます、あ吹く、さあそれじゃあ行きますね。あどうぞ。4年ぐらい前に、はい、すごく結婚をめちゃくちゃしたい時期がありまして、ウェルカム、フォーティーズで伊藤麻子さん40代ようこそ、はい、これからが面白いですよって、本当に面白いです、ね、ますます私もうすぐ抜けるけど、言っていい、麻子ちゃんちょうどねうちの妹がね39でやっと結婚したんですよ。だからそのアラフォーの痛みみたいなものがねすごくなんか自分の妹みたいに感じる。先輩結婚してなラストなのなかったですね。何ですか？いやいやいや、ごめんなさい。ちょっとやっとする今か。4年ぐらい前に、はい、すごく結婚をめちゃくちゃしたい時期がありまして、で結婚式場バスツアーっていうのが。あったんですよ東京で、うん、なんで仲のいい大和教授っていう芸人と2人で偽名使って参加したんですね、うん、その結婚式場バスツアーっていうのがすごくて、バスで結婚式場とホテルと会館3カ所回ってくれて、で疑似結婚式も見せてくれて、ちゃんと外国人のその神父さんがいらして賛美歌歌ったり、結婚式やって本当にチューさせたりとか、あとホテルでフルコースの披露宴でいただくようなお食事もいただいて、お茶しながらいろいろ説明受けたりで、一番最後が目玉でウェディングドレスを実際に着せていただくっていうのがあったんですね。でその3カ所目に行った時に大和教授がなんか仕事でちょっともう帰んなきゃいけないからって言って途中でいなくなっちゃったんです、うん、でまあ周り皆さんもちろんカップルで来てるから私一人になっちゃったんで、その係の人が、うん、田島さん、あ田島っていう偽名で入ってたんですけど、うん、母の旧姓で、で田
小島様、ね、お一人になってしまいましたが、うん、私いつもそばにおりますので、うん、お好きなウェディングドレスあったらおっしゃってくださいって言われたね、うんうん、まあでも周り見ると割と若いカップルさんが多くて、まあ、35なんて私ぐらいだったんですね、だから、まあ、まあ私も言ってもいい年ですし、まあもう純白のねウェディングドレスなんて全然似合わないんじゃないですかって言ったら、田島様大丈夫ですと、うん、田島様のようにちょっとお年を召した方でも似合うように、あの純白じゃなくて気なりのウェディングドレス作ってますから大丈夫ですって言われて、実際着てみたら確かにまあよく似合うんですよ。ほらね田島さんはね、全部あのくすみが消えましたでしょみたいなあ、確かに似合うなと思って、あこういうやり方があるんだなと思ってたんですよ。そしたらちょうどこの間あのクレヨンしんちゃんのあのゲスト声優みたいな私もやらせていただいて、やこちゃんとか、うん、独身女芸人で、うん、あの皆さんで花嫁希望軍団みたいなのでやらせていただいた時に、その時すごい綺麗なウェディングドレスを着せていただいて、もうすごい豪華な、それが真っ白で本当に綺麗で、すごく自分で言うのも恥ずかしいんですけどよく似合ったんですよね。だからそれをなんかウェディングドレス屋さんで試着をした時に、実は私昔一度着たことがあって、その時まあ私のような年齢だと着なり純白はちょっと似合わないで着なりの方が似合いますよって言われたけど、やっぱいいものだったらこんな純白でも似合うんですねって言ったら、ウェディングドレス屋さんのお店の方が、あすいませんと、こう照明の感じで純白に見えてますがこれも着なりですめっちゃ似合うんだ、着なりしか着なりしかなんない、着なりしかなんない、きなりだな、きなりでいこう、いきます。おお、あ、来た来た、はい、僕子供が5歳になりまして、でやっぱり今までこうちゃんと親の言うこと聞いてた時期からちょっとやっぱりもう親の言うことを聞かない、いやいや期っていうか、全部やりなさいっていうことやらないし、やめなさいっていうことやり続けるしなって、このあと5歳の息子に起きた滑らない話。僕子供が5歳になりまして、でやっぱり今までこうちゃんと親の言うこと聞いてた時期からちょっととやっぱりもう親の言うことを聞かない、いやいや期っていうか、全部やりなさいっていうことやらないし、やめなさいっていうことやり続けるしなって、で会いに行った時に外を散歩してたんですよ。でもその朝からもうこの日こいつおかしいなって言って、パカチとかイラカカとか、の意味のない言葉をずっと連呼して、もう意味わからんからやめなさいっていくら言うても、赤坊イカカッコカとかもうずっと言うてるんですよ。もう鬱陶しいなって、外出てもずっと言ってて、もう恥ずかしいからやめなさいって。やっぱりもうそれでもうニコニコしながら、赤カカウリカポーガーとか、もうとことんわけわからんこと言うて、もうほっといたったんですよ。ほんでこう横断歩道でこう赤じゃなし普通にこう渡れた時に、パッポパッポって言った時に、向こうからほんまにこう色ね、もう誰見てもこうちょっと絶対絡んだらあかんっていうような、色真っ黒で細いけどもガッチガチで、頭ツルツル でそれ若くない、ちょっと年いった、でも日に焼けたというより日焼けサロンで焼いた感じのもう筋肉を見せた人が歩いてきたんですよ。でそれも赤火オララ言うてんのに、そのおっさん多分見た時にダーンって入ってきたんですよ。5歳やから一気に脳にハゲゴボウって言ったんですよめっちゃ意味あること言いたいな意味あること言いすぎた思ってそっからもう子供も言うちゃった感あるからピタッと何も言わんようになっちゃう。走るわけにもいけへんから、こう二人とも親子でこう気が合わせて、なんていうか急いだら絶対俺のこと言うたって絶対振り返ってるような気配を感じたから、そのままスーッと行ったっていう話なんですけど、あれは怖かったです。ハゲゴボその空気はやっぱ分かんねえな、5歳で。そう言うちゃったっていうのは分かるんですよねさあ最後いいですか、はい、行きましょう。最後いきたいと思います、はい、行きます。好きな人いますからね。あ、川原君、はい、行きましょう、うん、ブルーリバー。
僕あの20歳から28までの8年間ちょっといたずら電話に悩まされてまして、で出たら、執事で変わってくるんですけど、男の人の声でって言うんですよ。で、え、何と思って、でも最初はすぐ飽きるだろうと思って誰もリアクションせずに普通に切ったんですけど、毎日かかってくるんですよ、欠かさずに。で、もう1年ぐらい経った時に友達とかには、もう羊拒否したらって言われたんですけど、ちょっとなんか意味わかんないし、ちょっと羊拒否っていう形でちょっと終わるの嫌だったんで、あえてしなかったんですよね。で、どうにか、犯人見つけることは無理でしょうけど、どうにか抵抗できないかなと考えた結果、やっぱ1年以上聞いてるんで、そいつの傾向が上がりまして、そいつ僕が切るまで絶対切らないんですよね。もしもしって言って、誰ってもってずっと言い続けるんですよ。おいって、もう何言ってもパンパンパンの一点張りでずっと切らないですよ。だからまたかかってきて、もしもしっつってパン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 言ってたんで、わざとこうベッドの上にポンって置いて、切らずにそいつの電話代を高くしてやろうと思ったんですよ。で、無視してこう50分ぐらいこうテレビ見てたんですよね。で、こうパッて見たらまだ通話中になってます。こいつ50分言ってたのかなと思って、撮ったらこう音でバレるんで、自分からこうベッドに耳にこう寄せていったら、シーンって何も言ってないですよ、あれと思って、おいって言った瞬間、サボってたみたいな、見つかったみたいな感覚なんないなと思って、でまたそのまま続いて、3年ぐらい経った時に携帯機種変更したんですよね。したらピタッてなくなったんですよ。したら、あれでも番号はそのままなんですね。あれ番号そのままなのになと思って、でも、まあいいやと思って半年ぐらい経って、したらその時に理由が分かって、携帯新しくしたんで初期設定になってて、非通知拒否になってたんですよね。ああ、そうかそうか、最初出した時にね。はい、だからかと思って、でも半年なかったから、もう向こうももう拒否になってたから諦めたんだなと思って、半年後に非通知拒否を解除にしたんですね。解除しました、はい。そしたら次の日すぐ非通知で変わってきまして、それ3年間毎日僕にパンパン言ってたのが、半年間お預け食らったもんだから、もう溜まってたんでしょうね。出た瞬間聞いたことないぐらいの勢いで、目的は何やねん、半年分の結局何だったんですか。分からず、結果分からずや、はい、ストレスが溜まってたやな。そうです前田、はい、中学の時の話なんですけども、はい、朝礼の時に、朝の朝礼の時に、校長先生が学校でスポーツで活躍した生徒を表彰してたんですよ。野球部頑張った、サッカー頑張った。でその中での機械体操で泉川君っていうのが沖縄でチャンピオンだったんですよ。で、種目が床だったんですけど、で校長が表彰を読み上げて、みんなの前で、泉川雅人沖縄県チャンピオン、種目床っていうのを思いっきり種目トコって言うんですよ。はい、これ中1でも沖縄県一のトコ上手になった。なってないわ。なってはないわ。一番国語の先生が笑ってました。いきますか、はい、いきますよ、はい、お願いします。 The way of the world a burden I bear, each passing moment etched with a silent despair, through the cracks of my heart the light leaks in, a fragile existenceA battle I begin. Oh, the scars of understanding, they tell a tale of a journey through darkness, a love that will prevail. The pain, the sorrow, a symphony of fear. But through the wreckage, a new hope appears.Of doubt, they linger in the air, a constant reminder of the wounds I can't repair. I search for solace in the depths of my mind,
a sanctuary of peace, a solace I can find.